皆さんこんばんは。川上源太君とでございます、はい、皆さん今日はですね、インタープレイ8というジャズの老舗ライブハウスのメンバーがザザザと演奏させていただいております。先ほどまでは本当にスタンダードなジャズをお送りしておりましたが、我々はですね、こういうちょっと聞きやすい、悪く言うとチャラいですね、まあ、今で言うとイグザイルとですね、平井堅とですね、まあ、キミスとですね、まあ、そんな、まあ、歌謡曲に例えると、まあ、そんなジャンルをお送りしております。人呼んでスムースジャズという、ジャンルでございます。どうやら、アメリカの、ね、ラジオ局がこのスムースジャズという名前を使い始めてから、こういうちょっと聞きやすいチャラい曲はスムースジャズというふうに分類されるようになっています。はい、でスムースジャズというのは、まあ、こういう、まあ、聞きやすいというのと、あとは本来今さっきの、曲 Just the Two of Us という、ね、有名な曲でございますが、歌物を楽器で演奏しているという感じです。こういう曲が非常に多いです。今日はですね、あと1曲用意しておりますけれども、あと1曲もこういう曲を演奏させていただく予定でございます。はい、そして、あと1曲でございますので、メンバー紹介をさせていただきたいと思います。はい、では、まず、こちらです。バックトゥザフューチャーのマイケル・ジェイ・フォックスを彷彿させるファッションで今日は出演しております。オンギター中尾太一。そして、このバンド一番の若です。まだ20代、前半でございます。オンベース雪谷正義。そしてオンドラムス、長老師匠巨匠でございます。はい、普段はジャズをやってらっしゃいますが、こういうねジャズは今日ちょっと、無理を持ち合わせお願いして叩いていただいております。オンドラムス錦俊幸。そして、キーボードです。すみません、ちょっと、私の嫁でございます。はい、このインタープレイ8という店を通じて、ね、あの育みました。オンキーボード川上美優。そして、オンサックス川上源太でお送りしました。あと1曲お送りします。では、もう最後の曲はって話になってしまいますけれども、ビリー・ジョエルのニューヨーク・ステート・オブ・マインドという有名な曲がございます。これをですね、今日はサックスバージョンでお送りしたいと思います。まあ、この後もですね、まだ、3、4バンドずらっと出演しますので、皆さん、ステイ、最後までお聴きいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
された、ピン